西武バス、川越営業所は、埼玉県川越市南台に位置する、西武バスの営業所である。本川越駅入り駅と、南古屋駅的場駅を、主に発着する路線を管轄している。川越市のコミュニティバス、川越シャトルの運行も受託する。当初は本川越駅前に営業所、車庫があったが、本川越駅の再開発を受けて、1987年7月1日に、 川越市南内の川越鞘山工業団地へ移転する。1994年に合理化により、旧、鞘山営業所が廃止され、川越営業所に路線を統合するが、同じ車庫を利用している子会社、西部総合企画の運営する学校、会社などの特定輸送業務が好調で、営業所車庫の拡張を行う者の,の車庫容量は、不足したままだったため、2002年9月16日、 鞘山市駅西口発着路線は一旦廃止した鞘山営業所を別の場所に開設路線移管した。1995年に廃止となった国際工業バス川越分社庫の路線を引き継いだが、それら路線の内日高地区の路線はイーグルバスへ移管、または廃止している。2008年7月18日よりパスモスイカの利用を開始。同じく、 川越市内を運行する東武バスウェスと川越営業事務所では2007年3月18日のパスモサービス開始と同時に導入したのに比べると1年半ほど遅く2008年2月21日より順次交通系 IC カードリーダーのついた新型運賃箱への取り替えが行われた。本川越駅川越駅東口。 西口間と川越駅東口北体に入り口間は、並走する東部バスウェストと共にワンコインバス適用である。本後十二かつて乗り入れていた O22 を川越グリーンパークで分断。元来から運行されていた東京棟が川越駅東口に乗り入れる路線である。平日の朝一本は川越警察署入り口、安らぎの里を経由しない。 例年10月に開催される川越祭り期間中は本53系統や皇術の川越35系統などとともに本川越駅川越駅東口西口間は終日運休となり川越駅が奇襲点となる1987年以前は今福武蔵野が旧今福中隊であったが1987年の 川越営業所移転の際にに停留所延長して、現在に至る。本54は、川越営業所移転後に設定された、出入庫路線。2013年6月30日、三吉バルブ前バス停を、武蔵野小学校入り口バス停に改称した。母体は、国際工業バス、川越営業所川越文社庫が運行していた路線。国際工業バスから移管後、 いくつかの経路変更や停留所名変更を経て、現在に至る。川越線と並行するが、法務局、直見学園大学を経由することによりかつての川越34などに比べ新たな乗客を獲得している。高速バスが停車する川越的場バスストップへは、的場駅を利用するか統計等の的場一丁目を利用すると便利である。 2017年3月25日のダイヤ改正で、川越35は大幅に減便、ほとんどは川越駅西口発着の川越36に短縮された。また、1本のみであった川越3 6置も川越3 5置の代わりに増便。かつて運行されていた、大2 1から1と、 大32の経路のうち、川越市中心部の最低限の経路を土休日に1日、1往復する。元は、狭山大団地の一角にあった旧、狭山営業所の担当だったが、旧、狭山営業所と、現、川越営業所との統合から、狭山市駅東口発着路線は、現、川越担当のままで推移している。狭山30は、 日本住宅公団鞘山台団地に入居が始まった1975年3月、旧、鞘山営業所の設置とともに運行開始。1988年、車庫前の新、鞘山台団地停留所まで延伸され、旧、鞘山台団地停留所は、鞘山台一丁目に改称。なお、新、鞘山台団地停留所は、団地から離れている。1998年には、 鞘山市駅東口藤見館に、鞘山郵便局停留所が、2011年4月1日には、藤見井戸久保館に、中央通り停留所が新設されている。現、川越担当となった2002年9月16日、鞘山30を延伸し、鞘山30の1が新設された。鞘山30の1では新鞘山駅南口前の道路新規開通に伴う、経路変更のため、 2009年9月15日をもって、西部新鞘山団地停留所を廃止、2011年3月5日の改正では、日中の一往復のみとなった。さらに、2015年6月16日の改正で、土曜日中一往復のみの運行となった。鞘山31は1991年2月1日に新設された。利用客の増加により、運行回数も徐々に増え、 それに伴い1993年には、藤見二丁目を借り場間に、藤見公民館入り口停留所が、1998年には、入間川病院前から、藤見間に、佐山厚生病院入り口停留所が新設されている。さらに2007年11月16日より、藤見藤見二丁目間に、藤見小学校停留所が新設されるとともに、 深夜バスが平日に運行開始となった。2018年10月1日、佐山30及び、佐山30-1と佐山31-2系統で、別の地点であったが同一名称であった、富士見停留所について、佐山30及び、佐山30-1、富士見停留所はそのままとし、佐山31、富士見停留所を、佐山中央停留所に解消。 系統別に停留所名を分けた。鞘山30、鞘山31は、利用者減少により、ダイヤ改正のたびに、減便傾向が続いている。また、深夜バスが設定されていたが、2020年8月31日を、もって廃止された。旧川越営業所時代にいる十41.42、として運行。本川越発着の出入庫路線以外は、 中新井田入リの折り返しをメインとし、現、川越営業所発足後に、現行経路となる。途中、道路及び、入リ駅付近の境外道路対策と利用者数を考慮し、全便中型車あるいは小型車で運行される。新京零1の系統番号は、当初京零1で、後にできた京零にも追随したが、その後新一1.02に変更された。 1987年の川越営業所移転時、新京霊2のダイヤは、平日と休日ともに上下線1日12本だったが、2011年3月5日の改正では、新京霊2の運行が一往復のみとなった。なお、前述の鞘山30の1同様、新鞘山駅南口前の道路新規開通に伴い2009年9月15日より、新鞘山駅南口、 シルバー人材センター間で経路変更が行われている。2013年6月30日、シルバー人材センターバス停を一丁目交差点、バス停に改称した。上赤坂折り返し場南古谷駅から上福岡を通り、川越市の赤坂地区まで南北に貫く路線である。以前の上赤坂折り返し場は、現、平和清園停留場付近に存在していたが、 当時の折り返し場は舗装されず砂利式の折り返し場だった。現在は赤坂交差点を過ぎて少し進んだところにある折り返し場での発着となっている。赤坂交差点の南側に新書例に系統、新所沢駅本川越駅線の上赤坂、停留所があり、乗り換えが可能である。2018年10月1日、南古屋駅入口停留場。 川越税務所入り口停留所に改称した。都市計画道路川越駅南大塚線の開通に伴い2011年4月1日に開設された路線である。朝日町停留所までは本53.54と並行する。川越62は平日の朝夕のみ運行。4都の大南から新佐山駅南口間は国道16号とほぼ並行に走り、 本50系統の代替路線としての性格も持ち合わせている。2018年10月1日、南大塚駅入口停留所を大田街道停留所に改称した。川越100は期間限定運行であるが輸送力確保のため大型車が使用される。国際工業バスからの移管系統で停車停留所、系統番号ともに変わっていない。 西武バスの系統番号で3桁の番号が付けられたのは川越100が発で以後はドーム100.101に付けられている。現在は川越水上公園のプール営業機関の運行である。蒸気系統は2002年9月16日のや山営業所再開設に伴い路線分割、移管された。系統名は移管当時のもの、現在の路線の詳細は 西武バス鞘山営業所を参照されたい。一般路線車は西武バス全体と同様に日産ディーゼル製の車両が多数導入されてきたが2000年代に入ってからはイスズエルガを主体に増備されている。エルガの初期車の中には2ステップ車も配置されていた。2011年からは UD トラックスのバス製造事業撤退に伴い西武バスの他の営業所と同様に 三菱不走エアロスターも導入されるようになっている。コミュニティバス、川越シャトル用の小型車として、日の自動車製のポンチョが在籍する。かつてはリエッセも在籍したが、経年による除籍や、他の営業所への転属、西部総合企画への移籍などにより減損しない。2006年10月10日のご当地ナンバー、川越ナンバー共用開始により、川越営業所の新車は、 川越ナンバーで登録される。川越ナンバー導入は、西武バスの一般路線、コミュニティバス車両では、東営業所のみの導入になり、2007年以降に導入された川越シャトル専用車のポンチョは、川越ナンバーとなっている。2016年の新車から、行き先表示機が、フルカラー LED 装備の車両が導入された。2017年より、既存車両にも順次、 フルカラー LED 表示への換装を開始している。西武バス秩父営業所で使用されていた、イスズキャブオーバーバス BF20 系三角バスが胴体保存されており、普段は非公開だが、イベントなどの際に公開されることがある。ありがとうございます。